保健室とは保健のための部屋である。直近小学校直近小学校学校の保健室は学校保健のための施設であり、日本では学校保健安全法の第7条においては、学校には健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとすると規定されている。一部の小学校では衛生室、 大学では保健室、医務室、保健診療所、保健センター、健康科学センター、保健管理センターなど様々に故障されている。一般的に初等教育と中等教育を行う学校の保健室には養護教諭が常駐することが多い。また、学校の保健室には校内における怪我や病気に対応する働きのほか、教育活動、 学習活動そのものを補助する働きもあると言われている。校内における保健衛生知識の普及啓発ステーションでもある。身体的な理由がないものの教室で学習できない児童、生徒が保健室で時間を過ごすという保健室登校が行われていることもある。なお、保健室は国によっては一般的ではなく、ネパールでは私立学校を除いて保健室は設置されていない。 企業などの事業所でも、その雇用人数などにより、従業者、職員の健康管理用の部門が設けられており、学校とは違って、健康管理室という名称で呼ばれるのが一般的である。保健師、看護師などが常駐し、健康診断の実施や、その他の健康管理の業務に携わっていることが多い。老人福祉施設などでは、利用者の健康管理のための医務室が設けられている。 ありがとうございます。